日本を代表するスケーター、そして遅咲きのニュースター、勝木ゆらり。だから愛についてエロス、エロスについての表現に悩んでいたそうですが、大好きなカツ丼を食べたい気持ちを思い出して演じるそうです。Катсуки, Катсуки, потом у меня забирай.